もう社会に出る人生を決めなきゃいけないわけですよ。大事なのは4年になってから迷っちゃ遅いんですよ、うん、教えてジャック先生いきましょう。今回は大学サッカーからの進路についてですね、はい、前回、はい、高校サッカーは親も含めて相談していく、ね、いろんな選択肢を、はい、まあ、与えてもらいつつも自分で選んでいく、後悔のないようにということだったんですけど、大学サッカーからの進路は大きく変わってくるということなんですが、そうですね、やっぱりもう20歳過ぎた大人になってるということですね。やはり自分で情報を集めてきて自分で切り開いていってほしいし、逆に大学4年間ってあるわけですから、4年間で自分の進むべき道をやっぱ模索してほしいです。僕は大学の中で現実を知る4年間だと思うんですよ。なるほど。夢を追いかける3年間高校、小学校は夢100だとするとそのパーセンテージはどんどん減っていくんですよね、うん、だけど夢はあるわけです。でも大学になるともう次はもう社会なんですよ。そうですね、一番自分の実力とかも分かってきてるし、分かってきてるし、もう次はもう社会なんですよ、うん、まだ高校ってのは大学という時間がある要するによく大学なんてモラトリアムって言いますね、うん、だからそういう猶予期間って言うんですけど、モラトリアムっていう猶予期間がある。でももう大学はもう社会に出る、もう無条件に出なきゃいけない、フリーターになろうが何しようが出なきゃいけない。ここの違いって大きくて、もう要は人生を決めなきゃいけないわけですよ。ある程度の方向性、もちろんその完全に決める必要はないんですけど、でもその4年間の中でじゃあ自分がサッカーやりながら、大事なのは4年になってから迷っちゃ遅いんですよ、うん、もう1年から2年から自分はどうなんだろう、サッカーの実力プロになりたいって言うけど、慣れなかったらどうだしようとか、例えば実力的に、あ、僕プロ慣れてそっくりじゃなくなっても J2 止まりの選手だとかって分かってくるんですよね、うんうん、あ、俺多分いけて J3 だなとか、這い上がっても J2 だなってなってきた時に、じゃあこの先をどう描くか、別にこれを諦めるじゃなくて、そこに行って次のここに行くために、そこで一回自分のキャリアをこう見直したり、例えば大学って学ぶ期間ですから、要は大学のいいところってサッカー部で固まらないんですよ。プロ中だけどサッカーの選手で固まるじゃないですか、はい、でも大学行けば授業行けばもういろんな学部の生徒ともゼミ行ったら違うし、全くその部活やってない子とも同じ学校生活を送るし、他の部もそうだ。やっぱプロやってても他の外部と接触するやんって、でも結局それはみんな自分はプロサッカー選手として見てくれる、うん、その時点でもう色眼鏡がついちゃってる。大学はそういう色眼鏡ないから、そう色眼鏡がついた人間関係ってやっぱり向こうが忖度しようとしてくる、やっぱ気に入られよう、 J リーガーだから、そうやって対等じゃないんですよ。だから勘違いを生むし、時には遊びに走ってこうもう帰ってこれなくなるやつもいるし、大学の時にその人としてこのフラットとしてこういろんな人と知り合えるっていうメリットがある中で、やっぱサッカーをやりながら他人を見て、あ、こういう道もあるんだと、あ、こういう勉強して、あ、こいつ銀行員になろうとしてんだとか、あ、こいつ商社受けようとしてんだ、こいつ院行って研究室行って、あ、こういう専門職になろうとしてんだ、こういういろんな人生を見ることが、これってすごくプラスで、そのじゃあ自分はどういう人生を描くかっていうところで、例えば角田良太郎選手がね、まあ、あの筑波から去年の夏の途中ぐらいであのマリノス入ったでしょ。あんな別に言えば上田綺世選手みたいにもう卒業待たずして4年間行ってもいいじゃないかと思うんですけど、でも彼は教育実習を受けてから行きたか、だから教育を取れない。教育実習が6月か5月にあって、ちゃんとやっぱそれはしたいって言って教育実習終わってからマリノス行った。だから教員免許はちゃんと取ってると。で、しかも大学2年、3年、ね、長友選手もそうだし、村谷選手もそうだし、まあ、あとあの、上田綺世選手もそうだけど、ああ、いいな、大学3年生でこう、4年生からプロ行って。そこしか見てないと危険で、彼らは全部単位取ってるんですよ。じゃあ、卒業っていう形で、ね、もうできてるんです。うん。だから、要は、それができてない人間がたまに言うやつがいるんですよ。で、3年で教科書になって、4年でプロだって言って、言って単位どうなのって言ったら、いや、これ取ってないって。いやいや本末転倒でしょって、あいつらは全部取ってんだよと、もう3年までに必要単位を全部取って、もうだからいけたん。それプラス上田さんもそうだよね、東京五輪、そしてあの村田だったらリオ五輪か、あったからこう特例でいけた。やっぱそういう条件を満たしてからみんなそういう道に進む。で村田はもう最初からそれ狙ってた、単位を全部取っちゃえば新たな道を目指せると。要は1年の時に俺プロ行っときゃよかったかなってポロッと言った時があったんですよ。だとしたらそれでもう辞めることができないじゃないですか。でもそれで彼が選んだらもう単位を全部取るっていうね、それすごくない？すごいですよ。そこの発想に至ってそれをやりきるって、まあ、やることをやってるんですよ、やっぱそういう選択をする人間って、うん、やるべきことをね、
どうしたの？なんか引っかかる、なんか引っかかる。今コーヒー飲んだら、ちょっと落ち着いちゃって、ちょっと。あ、眠くなってきた。大丈夫。はい。すいません。びっくりした今のリアクション。すいません。薄いし。仕事しろよ。すいません。もう俺黙っとくから。いやいやいや。もうこっからもう全部。いやいや、もうね。でも、一つ聞きたいのが。嫌です。何そんなこと言わないで。一つ聞きたいのが、プロになるならないっていうのもそうですけど、どこまで待てばいいのか。ああ、それね、一つのポイントで、高校生と違うのは、高校生で結構やっぱり結論早くしなきゃいけない。うん、大学も結構、例えば推薦枠がやっぱある程度決まってて、もう回答期限が早い場合もある。うん、で、よくある話は、回答期限が早くて、ここに決めたって後に J からオファーが来るパターンもある。うん、早く行ってよって感じでもある時もありますよね。そう。でもそれもある。でもそれはしょうがない。やっぱ大学側もやっぱり推薦枠ってはちゃんと埋めたい。しかも今大学の推薦枠ってめちゃくちゃ人気なんです。例えば関東第一部とか関西一部っていうのはみんな行きたいわけ。うんうん、でもそれを来るか来ないかわからない場合にいつまで開けていくわけにはいかない。来たいっていう人を優先するのは当たり前で。だから本当は早いんですよ。だからこそ結構高校生の選択は難しさもある。うん、期限がタイムリミットがあるから。そこはちょっと同情するところもあるけど、でも大学側の意図もわかる。で、プロとしても早く決めてもらいたい。来期の編成に関わってくるから。で、そこは高校サッカー。でも大学サッカーは正直1月までいけるんですよ。うん。早く決めなくていいってこと？決めなくていいし、逆にプロも、要は面白くて、大学の有望株はもう大学3年で決まるんですよ。あ、もう今は。もう今は大学3年で決まって、はい、今度こっち行くと高校生に行くんですよ。うん。カレンダーで言うと、まあ、この年の秋から以降にかけて大学3年生がバーッと決まって、で、こっち行くと今度はこっちは高校生、有望高校生が先に。で、それで大体評価のその主力ところとかどうしても欲しいものは埋まるわけじゃないですか。うんうん、そしたらその残りで、じゃあ、これ以降成長したやつを取りに行くわけですよ。うんうん、で、一番躍動するのは J2 以下。うん、もう J1 が大体この辺で枠決まっちゃうんで、うん、そっから伸びるやつはもう全部 J2 が狙ってるんですよ。J2 以下のチーム。だから、大学サッカーは正直1月までキャンプ始まる前、待つんで、チャンスはある。うんうん、そこまで粘れるんですよ。高校サッカーはそれはできない。もう選手権はよく就職活動って言ってるじゃないですか。選手権。それは2年までの話なんですよ。高2までの話。高2の選手権は就職活動。もう高3の選手権は就職活動じゃないですよ。もう決まっちゃってるから全部。でも大学は、大学4年のインカレまでは就職活動です。できる。だからそこは違ってて、だから大学サッカーはある意味、まあトップは早く決まって、こっから先は、こっからは伸び次第でいくらでもプロになれるんですよ。逆に言えばここで入ってないと、まあ、ある意味そういう評価じゃないっていう厳しさもあるんですけど、まあ、中にはね、もうこの段階でもうオファーとか来てるけど、迷って4月、4年の春とか夏に決める選手もいますけど、まあ、そこはまた置いといて、でも基本は大体そういう形で、まあ、最初にこうやっぱいい枠は埋まってって、そこから残った枠をこうだん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 こうみんなが争っていく。で、しかもあとは急激にグーンって伸びてきた選手をここでキャッチする。どっちかというとそれは高校サッカーじゃなくて大学サッカーなんですよ。だからこの今このちょうど8月っていうのはまあ大体高校サッカーの進路ほぼ決まり始めているので、7月8月だから9月10月はこれからも大学サッカーの季節ですよ。4年生はまだチャンスがある。でそこで一つあるのは就職活動するかしないか問題なんですよ。もう俺はもうギリギリまで諦めない、最悪留年もしくは院っていうことを考えて3年の就職活動しない選手もいるし、3年の就職活動して内定だけもらっておいて企業にそれでも内定をくれたけど待ってくれる企業があったらそこにすいませんちょっと僕ギリギリまでプロになりたいんで待たして決まったらプロに行く、決まらなかったらその修業に就職するってパターンもある。だから大学生の方が選択肢はめちゃくちゃある。だからでも俺は大学3年の就職活動は少しやっといた方がいいんじゃないかなと。ねえ、うん、やった方がいいですよね。やった方がいいと。もちろんもう頭角みたいなもう争奪戦してる選手はやらなくていいと思うんですけど、まあね、プロを目指してプロがいけるんであれば辞退しますよっていうな、それがね、ちょっとその人にとってのマイナスになるわけじゃないですか、うん、それでも取ろうってしてくれる企業があるかどうかっていうところと、そういう活動したっていうことも、ね、でも就職活動は自分をアピールする自己アピールだし、自分を知ってないと就職活動ってできないんですよ、うん、自己アピールとか自分の企業のマッチングとかっていうのはやっぱ自分主体でやらなきゃいけないから、そういうのをサッカー以外のところで経験しておくってことはものすごくプラスだと思ってるので、まあ、就活はやってもいいと思うし、それでもまあ覚悟があってね、俺は就活はやらないで絶対もう
何が何でも最後まで粘っても立派だと思うんですけど、ならなかった場合どうするのって、留年って言っても、そしたらまた親の金問題になってきますよね。留年だってお金かかるわけですし、だからそこの部分はちょっとこう大学サッカーの選手もしっかりと考えないといけない部分もあるんだなっていうのは、うん、ただ選択肢は高校生より黙ってないで喋りなさいよ。俺は手抜いた今、はい、いやいや、頼みます、はい、今こっちからそれが大学サッカーからの進路なんだなっていうことを、これで終わらせてずるい。いやいや、じゃ違いますよ、なんかあの、うん、いいことを聞いたなと思って、絶対思ってん、じゃあ何言ったの。でもあれですね、高校サッカーでじゃあ J から声かからなくてもまだやっぱサッカーの夢諦めれないっていう人は、やっぱモラトリアムじゃないけど大学に入るとこまでやっぱしっかり勉強して、そこででも調べた方がいいですよね、自分がちゃんと出れる、そうですね、どういうサッカーしてるのかとかを、そこは諦めないでやってほしいですよね。そこから身体能力急激に上がる選手もいるし、だ今ね湘南にいる瀬川選手なんていうのも、もともと一般受験で明治大学入って、うんうんうん、で一般生としてサッカー部のテストみたいなの受けて、でサッカー部入って3年生の途中ぐらいですもんね、うん、やっと出れたの、始めたの、うん、でそこからプロに行けることになって、だから遅くないですよね、そうです、全然遅くないし、本人ですよね、本人がやっぱその、うん、まだ自分はいけるというか、もっとやれるはずって思ってれば、だって豊島幸郎選手も筑波一般受験ですからね。あ、そうなんですね。一般受験で入って、今こうやってレースで活躍してますし、うん、結構一般受験組もいるんですよ。ね、だから推薦で取ってもらえなかったから、うん、もうとりあえず一般受験をしていくっていう時もあるし、結構江坂選手も決まるの遅かったんですよね。うん、12月か11月ぐらいギリギリに決まって、うん、でもこう、ステップアップしていけるので、大学生はまだそのチャンスがあるんですよ。高校生は多分11月、12月までは、もう今引っ張れない。うん、もし大学入ってそのトライアウトで落ちてしまった場合っていうのは、まあ、来年まで、うん、そういう時は違うチームに入れるんですか、そういう練習の。例えば留年するか、留年っていうか大学は入れたけど、はい、サッカー部に入れなかったってあるじゃないですか。ああでも大学に行きながら、うん、社会人チームに所属してっていうことですよね。ただそれは調べないといけないですね。だから一般生が入れるかどうかもちゃんと調べないと、うん、頑張って一般で受けて推薦しか入れませんって言ったら、それはリサーチ不足ですから、はっきり言うと。そこは調べた方がいいと思います、ね、一般生でも入れるのかと。フットサルのね、あの、ゴレイロで、あの、三浦拓って、まあ、焼、うん、はいた中央から、あの、湘南ベルマーレ入ってね、はい、その後、北海道の、うん、あの、F リーグまで行きましたけど、うん、彼も大学入って、サッカー部に入らないで、うん、そのまま、フットサルの社会人チームにテストを受けて、うんうんうん、入れることになってっていう、まあ、そういうのもありますよね。そういう道もあるので、サッカーで結構地域リーグとかそれでもね、いけるんで、そういう可能性はある。ただそれは自分で調べてやってほしいなというか、うん、知った上でこう選んでほしいなっていうのは ね、ありますね。まあ、うん、人生何度でもやり直し聞くんで、そう別にそのね、やり直し聞かないわけじゃないけど、やっぱそこはなるべく、でもとはいえどやっぱ自分でやっぱ調べて、自分でこうどこまでやりきるかですね。やりきるかっていうのは大事。それが多分将来展望にもつながると思う。はい、そこは大事にしてほしいなと思います。はい、はいはい、大学サッカーからの進路についてでした、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。映画にしてくださいよ、本当に。